暴れん坊将軍。ゲートが開いた。注目の先行争いでありますが、腹を切ったのは13番ワイネルミラノ、それから未来への翼、内を通ってゴールドアクター、そしてその後ろから4番アルアイン、ガンコ、そして内からは9番ワイネルフロスト、ダンビュライトが、その後ろ内から1頭5番ブラックバゴ、その外7番エアンセム、その後ろでありましょうか3番リサイクル8、そのうちレイデオロ、それからもう1頭6番氷南バッター。激しいレースになりました。アルアインが2番手、ゴールドアクターが3番手、10番未来への翼、ここからどう伸びるか、ブラックバゴ、ワイネルミラノ、ワイネルミラノ、リサイクル8も懸命に追う、そして内にゴールドアクター、それからレイデオロ、かわすかかわすか、ゴールドアクターが先頭に立った。1着ゴールドアクター、2着エアンセム、